君たちは？こんにちは。私は王城堂の道主フタオ。王城堂の人がなんで僕のところに？いいえ、大した理由じゃありません。最近体の調子や具合が悪いなんてことはないですか？もし具合が悪かったらそれは一大事、病の予兆かもしれません。人は健康でいる時ほど命がどれだけ脆いものなのか想像がつかないんですよ。だから予兆があったとしてもあまり重要視しません。何を言ってるのかさっぱりだよ。僕は健康だし幸せだ。何も不自由はない。もういいだろ、帰ってくれ。あれ、どうして怒ってるんだろ どうしよう。私はただ健康の重要性を話しただけなのに。でも王城堂の道主がそれを解くのはちょっとおかしいだろう。君たちは誰だい？今忙しいから手短に話してくれ。こんにちは。王城堂に何か依頼はありませんか？王城堂？別に必要ないかな。まさか押し売りに来たのかい？随分と考えなしなやり方だね。そうです。一つ一つのサービスを一人一人の元までっていうのが今の流行りだと思ってましたが。いや、サービスが特殊な場合あまり良くないんじゃないか。まあとりあえず他を当たってくれ。また失敗か。はあ、まあいっか。これで成功したことあるのか。あなた王城堂の道士よね。悪いけど他を当たってくれる？まあまあ、少し話を聞いてください。最近新しい割引サービスを開始したんです。ほら、古いものを捨てないと新しいものは使えないって言うじゃありませんか。終わりというのは新しい旅の始まりでもあって。これ以上しつこいと戦艦軍を呼ぶわよ。わかりました、わかりました。落ち着いてください。でも王城堂はいつでもあなたをウェルカムですから。まだ諦めないのかよ。あれ、私を慰めてくれてる？ありがとう。やっぱりあなたたちが一番私のことを理解してくれてるのね。いや、ただこれ以上付き合いたくないだけなんだけど。業務開拓？ん？業務開拓？もしかして私が業務開拓のために回ってたと思ってる？違うのか？じゃあ単に迷惑をかけて回ってただけか？違う違う、業務開拓は冒険者協会との商談でもう終わってるの。ここに来たのはモーのための人探し。さっき言ったアロー兄貴覚えてる？実はね、モーが探してるロー兄貴はこの世をさまよう人の魂なの。さっき会った3人はロー兄貴が取り付くかもしれない標的。でも会った感じ霊の気配は感じられなかった。だから適当に話をして早々に切り上げたってわけ。なんでもっと早く言ってくれなかったんだよ。おいらはてっきりお前がその健康かそうじゃないかを見ただけで判断できる超能力者かと思ったぞ。ん？そんな能力は私には必要ないって。医者じゃあるまいし。まさか王城堂が病気で苦しむ人をわざわざ助けるとでも思ってたの？と
遠回しにひどいこと言ってるぞ。まあ遠回しに言ってる気なんてお前にはさらさらないんだろうけど。まあまあ、とりあえず往生堂に戻ってから詳しい話をしてあげる。ロー兄貴のことはもうと深く関係してくるからね。残念だけど、ロー兄貴は見つからなかった。そうですか、困りましたね。探せるところはもう探したはずなのに。ロー兄貴って一体誰なんだ？そうだな、一から説明しよう。俺の実家は無謀の丘の近くにあってな、小さい頃から仲の良い幼馴染が数人いたんだ。その中の一人がロー兄貴。特に俺と仲が良くていつも遊んでいた。けどある日突然不慮の事故で亡くなったんだよ。そのことがずっと忘れられなくてな。今も時々俺は無謀の丘に足を運ぶんだ。だがこの前無謀の丘から戻ってくると体に違和感を感じたんだ。そして毎晩夢の中にロー兄貴が現れるようになった。それで思ったんだ、もしかしたら本当にロー兄貴が何かをしているんじゃないかって。ただの予想だし証拠はないが、どうにも落ち着かない。考えれば考えるほど不安が募る。幼馴染の友達がもし悪鬼にでもなっていたら、そんなのどう受け止めればいいんだ？彼はそれが原因で往生堂に入ったの。だからこのことに関しては給料も受け取ってない。でも猛の心配が的中する可能性はあるの。だって鬼の霊が現世をさまようことは時々あるからね。でも悪鬼は言い過ぎかな。私ですら滅多に悪鬼なんて見ないもの。けどロー兄貴の危険性を否定する材料にはなりません。あいつが誰かを傷つける姿を俺は見たくないんです。まあこんな感じ。ロー兄貴が見つかるまでもうは仕事に身が入らないの。さっき私たちが訪ねたあの人たちもその数人いるモーの幼馴染でね。ロー兄貴がその中に潜んでるんじゃないかって睨んでたんだけど、ハズレだったみたい。無謀の丘を探し、あいつらのところも探した。これで手がかりが全て途絶えた。ごめんください、往生堂の方ですか？僕はラクセイと言います。最近具合が悪くて何かにまとわりつかれてる気がするんです。先日友達と無謀の丘で肝試しを行ったんですが、帰った後に倒れてしまって、それから毎晩悪夢を見るように。医者に診てもらいましたが原因は何も分からずじまいでして、僕きっと呪われたんです、魔人に。ああ、そうですね、当たり、魔人に呪われてます。それもやばいくらいに。あなたも知ってますよね、魔人戦争で死んだ伝説の魔人がこの世に苦痛をもたらす呪いをかけたっていう。この呪いを解かないと小僧ロップが弾け飛んで凄惨な死を遂げるとかなんとか。伝説にあった呪いの症状と今の僕は同じなんです。無謀の丘呪い、いやこれは呪いじゃなく多分ロー兄貴が。はあ、待った待った、二人とも静かに、勝手に喋らないで。お前にだけは言われたくない。往生堂はこういった鬼とか魔人のことに詳しいんですよね。助けてください、私にだくありません。いいですよ、問題ありません、私に任せてください。でも呪いを解くにはそれに適した場が必要です。準備しないといけません。新入り、あなたの手が必要だから私と一緒に来て。俺も一緒に。あなたはまず彼に噴光駆除を行ってあげて。前に教えたはずだよ。
準備ができたら私のとこに来て。これが終わったらまたロウ兄貴のことについて話そう。わかりました。じゃあ私たちは行きましょう。なあ、こそこそして何をする気なんだ？何もしないよ。ただここで待ってるだけ。はあ？まさか魔人の呪いとか本当に信じてるの？あんなものとっくになくなってるよ。あの二人を見たでしょ？一人は自分が呪いにかけられたと、もう一人は自分の友達が悪鬼になったと思い込んでる。それで二人とも人の話を聞き入れられない状態になってる。はあ、だから言ったの。一般人は何も知るべきじゃないって。こういうことで冷静さを失う人をたくさん見てきた。あの人たちを落ち着かせるためには、あの人たちが思い込んでいるものを見せてあげるしかない。鬼を信じてる人の目の前で鬼を退治する。子供をあやすのと同じ感じか。どうしていきなりそんなことを聞くんだ。それよりなんでみんなに本当のことを言わないんだ。そっちの方が気になるぞ。そんなの真実を告げても事態が良くなる保証がないからに決まってるでしょ。教会に近づいた人を離れさせる。心理的な問題は心理的な手法で対処するのが一番。それもそうだな。じゃあ呪いのことはどう言うんだ？夜叉の歴史って聞いたことある？その昔、彼らは魔人と激しく戦った。魔人は敗れたけど恩差はずっと残り続けた。その恩差が疫病となり人々を蝕んだ。人々はそれを魔人が下した呪いだと信じて疑わなかったの。たくさんの命が疫病によって奪われ、死んだ体を媒介に疫病はどんどん拡散していった。後になって人々はやっと疫病の拡散を阻止する方法を見つけたの。空気を浄化し死骸を焼く。そして初めてそれを行ったのがこの往生堂の創始者なの。そうだったのか。うん。それから何年か経ち、疫病は完全に消滅した。同じような出来事を往生堂は何回も処理してきた。そのおかげでリエユへの生と死の均衡を保ってきたの。簡単に言えば、私たちは森人。人々を見守り、人じゃないものも見守る。へへ。だから呪いは全部気のせいなの。もちろん昔本当にあったことも一般人には絶対言わないけど。少しここで待ちましょう。後でこの地脈鎮石を使って一芝居打つから。やっと来ましたか。ちょうど今準備が終わったところですよ。見てください。これが邪を払う特殊な装置。あなたの体から呪いを吸い出し具現化します。危険は及ばないから安心してください。この旅人さんは百戦錬磨の実力の持ち主だから。あ、そうだった、言うの忘れてたまあ大丈夫でしょ。これで本当に解決するんですか？同志を信じろ。あの人は性格こそ変わってるが、やるときはしっかりやる。ちょっと、変わってるなんて単語で私を語らないでよ。少なくとも天真爛漫で無邪気って言って。とりあえず早速始めましょう。心理装置を起動して。本当に呪いを具現化した。断罪の名に。ドルに足らないわ。
どう？呪いが払われた気がしませんか？します。これ以上にないすっきりした気持ちです。すごく清々しい。ありがとうございました。それからそこの旅人さんも、あなたたちが助けてくれなければ私は呪いで死んでいたでしょう。じゃあ今ならもう行っていいですね。てってて、騙されました。え、なんですか？一般人にはわからないでしょうけど、これはただの地脈沈積で魔物を引き寄せるものなんです。あの魔物たちも呪いの具現化じゃなくて本物の魔物です。あれれ、おかしいですね。何もしてないのに具合が良くなるだなんて、なんででしょうね。まさか実は呪いにかけられてないってこと？ではどうして病気に？風邪をひいたか、食あたりか、はたまた心理的なものか。私的には最後のやつがよくある原因だと思いますよ。まさかそんなことが。こんな原因、思いもしませんでした。とにかくありがとうございました。礼には及びませんよ。これからはそんなに疑心暗鬼にならないように。私も毎回こんな方法できませんから。人生とは短きもの、生きているうちに生を謳歌してください。その一言は少しモヤモヤしますが、では僕はこれで。ご迷惑をおかけしました。どうやらロウ兄貴が原因じゃなかったんですね。少しほっとしました。しかしロウ兄貴の行方がわからない以上、事態は変わっていません。一段落しましたし、引き続きロウ兄貴を探しに行きませんか？その必要はないと思うよ。だってもう本人が来てるから。ロウ兄貴？あのごめんなさい、お邪魔だったかな。あれがロウ兄貴？なんで子供なんだ？幽霊だもの、当時の姿のままなのは当然だよ。ロウ兄貴って名前とのギャップが大きすぎるんだけど。往生堂に連れて行こう。やるべきことがたくさん待ってる。予想外のことばっかで、おいらもうついていけないぞ。そこは私の想像通りだったね。前に言ったでしょ、この世に悪鬼なんてそういないって。彼は何かのきっかけで無謀の丘を離れ、そして何かが原因となり戻れなくなったんじゃないかな。なんかその説明無理やりすぎないか？実はそうなんだ。さすが私。僕はただ友達が元気かどうか気になったから理由校に来たんだ。悪いことやいたずらなんかしてないよ。人を驚かすなんてことも絶対にない。前に無謀の丘へ肝試しに来た人がいて、その人が理由校から来たのを聞いたから、その人の後をついて行ったんだ。あのかわいそうな落星だね。道理で誰かにまとわりつかれてる気がして悪夢を見てたわけね。え、僕気づかれてた？じゃないとあんなに怯えないでしょ。そうだぞ、フータオとモーが必死に探してたのに。実は僕、リユウコウに来たことなかったから道に迷っちゃって、みんなのところにたどり着けなかったんだ。ああ、そういえばロウ兄貴は小さい頃から方向音痴だったな。俺たちがいなきゃ自分で下山もできないくらいに。そんなしょうもない理由だったのかよ。幽霊は飛べるだろ、
飛べば道が見つかったんじゃないか。怖いんだ。高すぎて怖い。うんうん、そうだった。小さい頃山から下を見るのも怖がってたな。お前やっぱり全然変わってないな。人前に出ちゃダメだって知ってたんだけど、リユウコウは人が多すぎるからどこかに隠れるしかなかったんだ。ただその時この地脈人石に引き寄せられてここに来たの。お前がアッキーになってなくてよかった。本当によかった。私の専門家としての判断を信じてって言ったでしょ。さてと、あとはこの迷子を無謀の丘に連れて行ったら全部解決だね。ですがさっきあいつは友達を見に来たと言ってました。多分俺だけじゃなくて正吾、キキ、宗主の3人のことも。じゃあそれなら老兄貴の願いを叶えるために送別儀式でもやろっか。私とモーは老兄貴を無謀の丘に連れて行くから、あなたは幼馴染の3人から自身を象徴するものをもらってきてちょうだい。みんな友達なんだし直接ここに呼べばいいじゃないか。それか老兄貴を連れて行くとか。それはダメだよ、驚かせちゃう。一般人は関わらない方がいいって言ったでしょ。知らないことは知らないままでいいの。だから物をもらいに行くとき、このことがバレないように注意してね。本当にフータオが言ったやり方でいいのかな。でもまあその方がびっくりさせずに済みそうだもんな。もし泥棒が出たらどうしよう。こんにちは、オイラたちのこと覚えてるか。君たち、悪いけど往生堂に厄介になることなんて本当にないんだ。ああ、僕とモーは幼馴染でよく遊んでたよ。でもなぜか彼は往生堂に入ったんだ。正直言ってあそこの同士は変わった人なのに。まあ彼には彼なりの理由があるんだろうけどさ。だって僕たちの中で彼だけがまだロー兄貴のことを。そうだ、ロー兄貴のことは彼から聞いてる？うん、全部聞いたぞ。じゃあさ、もし仮にロー兄貴に何か一つ物をあげられるとしたら、何を選ぶ？仮にだぞ、本当に渡せるなんてことはないからな。そうだね、僕だったら彼のために料理を作るかな。彼は辛いものが好きだったんだ。通常の何倍も辛いジョジョジーが大好物でね。そうだ、もし絶雲の唐辛子を持ってきてくれたら作ってあげるよ。小さい頃に食べてた味だからきっと喜ぶはずだ。わかった、少し待っててくれ。どうしよう。絶雲の唐辛子はリウエの至る所にある。もし見つけたら作ってあげるよ。うん、これなら足りると思う。じゃあジョジョジーを作ってくるよ。君たちは他の人のところにも行くんでしょ。他の人のが終わったら僕も料理を渡すから。おお、わかったぞ。じゃあ後でな。あれ、どうして知ってるんだ。
また君たちか。宝生堂の商売には興味ないと言ったはずだが。今回はモーからの紹介なんだ。お前たち友達だろ。ああ、それは確かだが、そういえば最近宝生堂に入ったと聞いたな。理由は大方察しがつく。俺たちの幼馴染だった老兄貴のことが原因だろうな。そう簡単に納得することはできないと分かってる。過去を忘れるっていうのは容易なことじゃない。俺もそうだった。それで君たちは老兄貴のことでここに来たのか。鋭いな。まだ何も言ってないのに。これでも商人なんでね、人の機敏に関しては敏感なんだ。皆は俺のことを鈍感だと言うが、この商売を続けているうちにそれも少しは改善できた。最初の頃はヘマばっかしてたがな。これを君たちにあげるよ。これは俺たちが小さい頃夢見てた豪華なおもちゃ箱だ。その頃は金がなくて買えなかったが、今は商売がうまくいってこういう箱を何十個だって買える。昔の夢も叶ったかな。うわ、これがお金持ちってやつか。俺にとってそれは思い出の象徴でもある。それを夢見ていたからこそ今の俺たちがあるんだ。そうだ、見たところ俺の次は正吾と宗氏のところに行くんだろう。正吾にはもう会ったから今から宗氏のとこに行くところだ。おお、宗氏なら後で飛雲の丘の空中通路で会う予定だ。埠頭に向かう階段の上だな。俺は少し用事を済ませてから行く。一緒に集まって昔話をしてるんだ。僕たちの長年の習慣だよ。俺たちの故郷は災害のせいで崩落した。帰るところがもうないんだ。だから故郷の人がいるところを故郷だと思うようにしている。二人から聞いたわ。自身を象徴するものを探してるんでしょ。私は今リーウェ校の小刀職人をやっているの。私を象徴するものはその小刀くらいね。先日何個か高品質な不浄の石片を手に入れたの。それが不当の倉庫にあるわ。もう管理員に話は通してあるから、悪いけどそれを持ってきてくれないかしら。どうやら説明する必要もなかったみたいだな。早く持ってこようぜ。